どうもお疲れ様です。ナミさん。あの、今ね、私が今、目覚めて、で、YouTube にログインしたんですよ。そしたらね、なんとですね、あの、公明党ってあるじゃないですか。で、公明党っていう、まあ、あの、国政政党、そしてそれを支える創価学会。創価学会が、こう、公にですね、この公明党を解答する。つまりはもう、公明党はね、もう壊すと。 リリストラクチャリングするるという,ふうに声明出されてるんですよ。で、これが創価学会の幹部の方がね顔出し名前出しでもうあまりにも公明党の老跡ぶりが目に余るとで具体的にどんなことをこの日本にもたらしたからもうやってられないっていうのをねお話しくださったんですよ、まあ、その辺はね動画概要欄につけときますけどもまさにそうだよなって思うことが多いんですよね。 あの創価学会ってやっぱりこう創価学会会員のためにね信者のために何かね活動してその一つが政治活動だと思うんですけどもなんかその公明党っていうのはねあの一般日本国民を苦しめるようなことに協力するばかりではなくってなんかねその創価学会の会員さんに対しても同じようにまあ ひどい仕打ちをしてるんじゃないかなと思ってね総合学会の方はこれでいいのかなとどうなんだと思ったわけですよで消費税が上がっていくのも総合学会の皆さんはいいことだいいことだっていうふうに見ていたのかなと思いますしあの少数民族弾圧についてもねその人権問題に関しても公明党は何か知んないけど人権問題をねん,なんかさらにね加速するみたいな人種差別 OK みたいなねそんなことに あの舵を切るわけですよ公明党何を考えてるのかなとこれが創価学会のやることなのかなと思ったらやっぱり創価学会の会員さんとかはね公明党のことがどうしても我慢にならなかったということらしくてこれからはその創価学会と公明党ってのはもう敵対する組織としてね考えないといけないのかなとでそれに対して公明党がどういうふうにね考え改めていくのかそれとも うん、公明党はせっかく握った権力だからもう総価学会なんて知るかと池きた対策なんて関係ねえやみたいな感じでねもう独断選考してしまうのか、うん、どうなっちゃうんでしょうかね、まあ、でも今回ね、うん、こんな、まあ、びっくりと言いますか私的にはあ公明党っていうのがいくら間違えて変な道に行っても創価学会っていうのは 思考停止してずっと支持していくのかなと思ったらそんなことはなくてねやっぱり創価学会の皆さんは真に平和とかね、うん、非暴力を望んで世の中の平等に、うん、思いを馳せているのかなと思ったらちょっと救われた気持ちになりましたねでも同時に創価学会の会員さんでありながら公明党の活動に組みしている方っていうのはこれから複雑になるなと思うとうころでございます、はい まあそんな動画を見たんでねシンプルに感想を申し上げてみましたけどもいかがお感じでしょうかそれでは今回以上です今日もよろしくお願いします